はい、こんばんは。牧のすぐ横にあるこの神社ですね。あのニコニコ生放送で以前何年か前に来た神社で、花咲いてる。なんで？こっちにも。植えてあるんじゃない？植えてあるの？ここだけなんで人あの足元にお花咲いてるね、うん、ここ L 字になってて、うん、この先をねあのフィットあのここに入ってくると祠があるんだよ。寒いな、ほんと寒い。以前来てここら辺でタヌキが出てきて発狂してる。キャーって言ってる。怖いね、超怖い。え？ああここね人形とか置いてあるよ。今あるのかな。こういうよくわかんないあのガラクタっていうかゴミは結構置いてあって。ちょっとこっちの電気もう一個でかくするわ。よいしょ。昔ね人形なんか置いてあって、もう結構雰囲気のあるところでしょ。あの、うん、竹林に囲まれて、ね、一番安心なのがあのクマがいないっていうこと。あそういつも の, あの山奥の撮影とは違って楽。そうだね、怖くないね。うん、だけど、うん、なんか歩きづらいからね。そうだよね、根が張ってるんだよね。ここですね。なんかここは要はリスナーさんが怖いからこう行ってくれって言うんで一番初め来始めて、そう一回 YouTube ライブでね来ようと思ったなんだあれ、ジャージカッパか何か、うん、横にあるでしょ、横塚奥に3つなんだ。これだと、ま、ライトがやっぱ眩しいな、こっちだと。よいしょ、よいしょ。これでもこれ今でもこれ怖いかもね。ここでバキ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 と音で落としてさ何か来たら、水も入れてあったのかな、ね、あれは何だ、向こう側にもあった なんかって書いてあるね。神って書いてある。神は見える。あの同僚堂の、うん、何神だっけな、そう、どういうって書いてある。同僚堂ってさ八王子にある、うん、以前撮影し行ったところにあその一角に同じようなんで何とか神って書いてある、うん、でそれがあのリスナーが調べてくれたら、うん、その方位を司る神様で、うん、
そっちの方角全体に良くないことが起こるみたいな、ほうだったかな確か、うんうん、っていうのを聞いたんだけど、そう、それでそれを取りに行ってほしいって言ってまた行ってきたのよ、うんうん、で行ってまんまとそれを取るのはそれで帰ってくるからね。すぐ忘れる、ね、すぐ忘れる。ここは調べてないから分かんないけど、うん、ピックス車通るんだここ。そうですね、うん、何なんかねここって、なんかの祠、ね、すげえいいとこにあるんだよなこういう。転びそうになった、うん、うん、奥がちょっと広がってるのも、そう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 、ラスボス感あったね、うん、ここだとね2個セットでね取れるね、うん、本当はねもっとゆっくり取りたいんだけどな、そう、あっち側はちょっと明るいから、うん、ここはいいかもしれないねこの時間だったら、うん、ね、っていうのもうちらがね今車がな、うん、止めてあるところがちょっと制限時間付きなんだよな、そうじゃないとちょっと劣化されますと書いてあるところで、ちょっとね惜しいけどね、うん、この辺もう一回来るでしょ、うん、よいしょ、よいしょ、結構通るね、時間大丈夫かな、ちょっと待ってな、オッケーオッケー、もうほんと時間を気にしながら撮影するのが嫌なんだよね。もう次タクシー使うわ、よいしょよいしょ、はい、なんちゃら神社、調べておきます。でしたね、この花がねなんか謎で、多分ねこれ梅っぽい、刺さってるね枝がね、うん、うん、そうだね、そうだね、つけちゃった、刺さってるね、うん、はい、でした、はい、お疲れ様です、帰るよせんちゃん、じゃあねー。